どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ベルモです。はい、今回もね、428実況プレイパート12をやっていきたいと思います。はい、前回ね、ミノリカミノル編にアチヒンからジャンプしてきたので、その続きを遊んでいきましょう。そう、こんな時間か。腕時計を見て、ミノリカは歯ぎしりをした。腕時計に説明がついてますね。ところで、あなたは腕時計にどんな印象を持っていますか？直感で答えてください。何これ、どういう質問？腕時計にどんな印象を持っていますか？おしゃれとか。なんか、ちょっと、小さいアイテムだけど、そこでおしゃれさをね、アピールできるよねっていう感じのイメージ。そろそろ即売会の会場に向かわねばならない時間。今の質問意味あったこれ。答えってどうなんの？監視カメラの記事はまだ書き上がっていないが、ひとまずここで切り上げるしかないようだ。絶対今の質問意味ないでしょ。テーブルに置いていた携帯電話が鳴った。電話を手に取ると着信画面には千秋の名前が表示されている。インタビューが終わったのだろうか。どうした千秋？雨水をする音が聞こえてくる。おい、泣いてんのか？いくら声をかけても誰も相手してくれません。バカ、まだそんなこと言ってんのか。やっぱり無理です。あれ？あらあら、この流れってさ、これ、なんか帰っちゃって、この後さ、渋谷にさ、一人で行っても、結局、帰っちゃって、っていうとこじゃなかったっけ？あ、ちょっと違うわ。ライターには向いていない性格ではあるものの、緑川千秋の各記事に好感を抱いていた。その性格が如実に反映されたかのように、千秋の文章はどこか憎めないところがある。きっかけさえつかめば、きっと読者に好かれるライターになるだろう。だから、要はインタビューとかが下手なんだよね。あー、ちょっと展開違うね。やっぱジャンプしてきたら話変わってるわ。渋谷駅前の広場は相変わらずの人混みだった。すぐに千秋を発見した。あ、間に合ってる。おい、何やってんだ。あ、やっぱこの人は千秋っていう認識で OK か。ハチ公像にしがみつき、妙なポーズでしゃがんでいる。そばにいた幼稚園児が捨て犬を見るような哀れみの眼差しを向けていた。こんなとこに幼稚園児いる？普通。緑山学院幼稚園の女子園児二人組。公演後にいつも駅前をブラブラして危ないよ、ここ。渋谷ってね、地味に柄悪いっすからね。おまわりさんからはエンジーズと呼ばれている。あ、有名人なのね。ならそれは、自信をなくしているポーズです。いいから立て！ふえーん！泣くな！あるな、お前。なんでライターになろうと思ったんだ？それは、その、書いてみたいなって思うものがあるからです。なんだろう。恥ずかしくて言えません。まあいい。とにかく目標があるなら簡単にできないなんて言うな。駆け出しのライターに好きなことを書かせてくれる雑誌なんてないんだ。そうね。だからゆくゆく成長して、そういう記事が書けたらいいなってとこだよね。それはわかってるんですが。みのりかは千秋の手からノートを取り上げた。あ！話を聞けたのは一人か。いや、一人かい。はい。あ、いや、一人っていうか、なんだこれ。タマから聞いたんかい。名前、化け猫。いや、猫の着ぐるみ人がいたので。あー、ちょっとね、僕は基本ジャンプできたらジャンプするスタンスなので、今回もジャンプしていきましょう。猫の着ぐるみの人に、ジャンプ。今あれだね、緑川編も12時50分だったから、もうすぐ、to be continue で迎えそうですね。うわー、どうしよう。で、これが、玉編ですね。玉とチリで別々に行動してたからね。バーニングハンマーを持ち去ったトラックは一体どこへ行ってしまったのだ。何やら立ち尽くしていると後ろから声をかけられた。すいません。お、千秋か。あなたは今の自分をどう思いますか？この時だけインタビューに成功したと。え？あ、すいません。少し質問いいですか？私は忙しいのだ。あ、いや、無理なら結構ですっていうか。いつもサウンドオンリーですけど、今日はもう、もろ顔出しですよ。私、忙しいんですけど。あ、いえ、でも、ちょっとでいいんです。人助け。お願いします。でも、お願いします。いやー、お願いします。米付きバッタのように何度も頭を下げられた。知らんな。日本最大級のバッタ、少量バッタのことか。でもこれさ、付き合ってあげないとさ、あの展開に行かないってことでしょ。あ、でもな、どうだろうな。
トラックのこともちょっと考えないといけないしな。どっちが正解だろう。まあ、付き合ってあげようか。かわいそうだもんね。てか、インタビューの対象としてこいつを選ぶってどういうセンスしてんの？それで何を答えたら？あ、はい。あなたは？今の自分をどう思いますか？今の自分は見ての通り、猫です。猫。なるほど、猫ですか。じゃあ、猫と。女性はメモ帳に猫とだけ書いた。あ、ありがとうございました。終わり？終わり？終わりでいいです。なんという短さ。もうわけがわからない。これで役に立てたのだろうか。まあ、これぐらいならそんなタイムロスにならないでしょう。トラック見つかるかな？ 1 時からですけど。お、歌披露じゃん。やっぱりトラックは見つからなかった。即売会まであと15分しかない。とりあえず私は、即売会の会場に戻ることにした。チリがバーニングハンマーを見つけているかもしれない。まあそうだね。その可能性はまあない、なきにしもあらずと。即売会場の控室に戻ると、全身で落胆を表現する柳下が出迎えた。くんなくんなくんな。貞子かお前は。見つかった？すみません、ダメでした。しょぼん。チリさんからも連絡なしと。ペンダント。こんな状況だ。つけてくれ。ああ、そうね。倉庫で見たね、これ。インチキ商品を見つけるためにインチキ商品に頼るとは。哀れ、ここに極まるといった感じだ。ほら、早く！運気が逃げる！ああ、青い石が光ったように見えた。チャーチャ。お、今の携帯か。この人は、あれなんだ。神木綾の曲じゃないんだね。着信音。あ、すみません。いえ、人違いでした。チリからの電話ではなかったようだ。あ、はい。はい。話は続いている。え？なになになに？本当ですか？これはいい話かな？ありがとうございます。お願いします。なに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 ？奇跡だ。バーニング is come back, come back in。リサイクル業者が途中で気づいて搬入口に戻しておいてくれたらしい。おお、やるじゃん。リサイクル業者やる。私は会場で用意する。玉君のバーニングハンマーの搬入だ。これの効果だったりして。まあ、確かにこれ受け取った直後だったけども。でもどっちかっていうとさ、柳下が持ってた方が柳下の運気が上がるんだから、柳下が持っててよかったんじゃないの？これ誰が持っててもよくない？どう見てもおもちゃなのだが、2万円稼げますように。100個売れるかな。厳しいと思うけどな。1本1万5千円ですからね。ない？ない？あら？やっぱあち辺から？あち辺でやらかしたか、これ。確かに搬入口に返しましたよ、間違いなく。あ、これあち辺か、やっぱ。この清掃業者がさっきあちと絡んだ人だよね。これあち辺変えないとダメだね、絶対。どうすればいいんだ、タマくん！教えてくれ！結局、運気は逃げてしまったと。バイトは終わり。もちろんバイト代もパー。こうなったら穴子っちでも売りますか？なんつって。今なんつった？え？今なんつった？なんつって？その前、穴子っちでも売りますか？売るのか？来た！来た！来た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 。売るの、これを。それこそが私の使命。バーニングハンマーが消えたのも偶然ではない。いや、売れないでしょ。売れないでしょ。まあそうだよね。あのゴッチは一つとして売れなかった。
ボートと化した客はあらん限りのバリ雑言を投げつけ、アナゴはキモいよ、アナゴはキモいでしょと口々に言いながら去っていた。アナゴは、お寿司も塩焼きも美味しいってチリ君が。あらあら。ダメかダメかまあね、引き受けたところから間違ってると思いますよ、やっぱり。こんな人についていくんじゃなかったな。アナゴっち。瓶を割ってゴミにした誰かがいる。はい。まあ、ここですね。ここで、フォークリフトに乗って、なんか、瓶壊しちゃうとあれなので、多分清掃業者に持ってかれちゃうので、段ボール箱を杖の男に投げつけた。これなら大丈夫じゃない？ファーリングハンマーさえ投げなければ。大丈夫かな？もう一丁！これでとどめ！あれあれああああああ、これやばいかもしれん。これやばいかもしれん。あれ、なんで？赤い液体がついている。どうやら小瓶に入っていた液体が顔にかかったようだ。よし、今のうち。お。なんか上の選択肢だと思いっきりね、バーニングハンマーめっちゃ割れてましたけど、こっちの選択肢がやっぱ正しかったみたいだね。一応ありますね。あったあった。確かに段ボール箱が道路に転がっている。転がっている？なんで転がっているんだ？急に嫌な予感がしてきた。私は恐る恐る段ボール箱を開いてみた。正しいのか？いやーいやー悲鳴を上げたまま気を失いそうになった。あーらららら。これもバッドエンドか、もしかして。そこにあったのは、粉々に割れたバーニングハンマーの小瓶だった。あ、もしかしてこれもこれでバッドエンドか？あ、違う違う違う。バッドエンドじゃない。一応正しかったらしい。で、玉編もね、To be continued になったんで、緑川編に戻ってきましたと。これジャンプしないでこのまま読み進めてみましょう。ああ、もういい。さっさともう一度行ってこい。ええー、時間がないんだ。ぐでぐで言わずに行け。めっちゃ見てるね、周りの人。みのりかわが見ている前で、千秋は街頭インタビューを試みた。緊張した様子で話しかけているので、道行く人たちは誰も相手にしない。俺ね、手伝ってあげればいいのに。幼稚園児かわいいな。やっぱりダメです。まず声をかける相手を間違ってる。いいか？明らかに忙しそうな人はダメだ。足早に歩いている会社員なんかに声をかけても意味がない。そりゃそうだよな。急いでるもんな。待ち合わせ。カップル。グループ。相手が集団なら警戒もされにくい。でもそれで捕まえたとしてどうやって話を進めていったらいいか。想像してない答えが返ってくると慌てちゃうんです。千秋は自信なさげに言った。お前テニスやったことある？僕テニスやってますよ。はあ、一応テニス部でした。お。仲間じゃん。テニス部というよりは満件確かにね。いそういそう、こういう人。なら話は早い。相手のいるラリーと壁打ち、どっちが面白い？もちろん人とラリーをする方が楽しいです。それはなぜ？壁打ちだと自分で打った球が返ってくる位置がわかりますから。もうなんかね、すごい。もう緑川の口車に乗せられてますね。完全に。緑川やるよね、やっぱ。安田との会話でも、自分のペースに持ってってたからね。あ！インタビューも同じだ。慌てるんじゃなくてそのラリーを楽しめ。でも、楽しむ余裕なんてないです。それは固く考えてるからだ。雑談を楽しむぐらいでいい。雑談、そんなうまくできるかどうか。この人メガネ外したら可愛いんじゃないの？わかんないけど。千秋はまだ踏ん切りがつかないようだ。いいかよく聞け。お前は今の自分をどう思う？今の自分あんまり好きじゃないです。そこから始めてみろ。私は今の自分が好きじゃない。でもあなたはどうですか？ってな。そっか。それでいい。その顔が道行く人を呼び止める。やってみます。ありがとうございました。おう、頑張れ。いや、いいな。緑川みたいな人と一緒に働きたい。おっとっとっとっ
これはリーランド・パーマーですが、なんだこの不穏な BGM は。千秋は意気込んで人混みの中に分け入ると、急ぎ足で歩く外国人を呼び止めた。なんで急ぎ足の人行ったんだよ。全然分かってねえ。これはまた一から教えないとダメか。そう思っていた時だ。でもリーランド・パーマーは結構話聞いてくれそうだけどね。おや？ん？おお。やるやん。ちょっとつたない日本語ですけど。これで心置きなくバーニングハンマー即売会の取材に向かえる。ん？待てよ。今何時だ？あーやばいね。また腕時計出てきた。腕時計について思うこと、それはあなたが異性に対して思うことだとか。あーなるほどね。だからさっき聞いたのか。俺さっきなんて言ったっけな。あれだよね。ちっちゃいアイテムだけど、おしゃれをアピールできると。なんかちょっと、的外れな回答してしまったな。開始時間まで残り5分。間に合うかこれ。急げ。緑川は交差点を走り抜け、センター街の会場へと向かった。緑川編は一旦終了かな。だね。はい。ってことで、これで3人終了ですかね。あと残ってんのが、アチ編とカノー編が終わってないので、こちら遊んでいきましょう。どうしたんですか？助けるなんて言っておきながら、何度も危険の目に遭わせちまって。そんな、アチさんがいなければきっと私はとっくに、そうだね。それじゃダメなんだ。ちゃんと助けたいんだ。かっこいい。どうしてそこまで？アチさんの気持ちは本当に嬉しいです。でもそこまでしてもらうのは、まあそうだよな。アチは頭をかきながら小さくため息をついて、もう告っちゃえってマジで。もう告っちゃえよ。瞳を助けるのはエコとか本能だからだけじゃないんだ。本当はもう一つ理由があるんだ。え？お？お？あ、違う。あ、スズネってさ、あれよね。一回さ、おばちゃんのいるお店に入った時にさ、おばちゃんが、すずねちゃんって知ってる？すずねちゃんのことは聞いた？みたいなことを言ってたけど、名前だけしか出てきてないんだよね。てっきり、なんか元カノとかだと思ってたけど、妹なのか？これが全く俺と正反対でさ、可愛くて頭が良くって。少し寂しげか。なんだ。あー、心臓が弱くてずっと入院中なんだ。そうなんですか。でもそれがどうして私を助ける理由に似てんのかな。俺は毎日のように見舞いに行ってたんだ。そうしたらスズネが、お兄ちゃん、そんな毎日お見舞いに来なくていいよ。何言ってんだよ。俺はお前のことが心配で。私なら一人で大丈夫だから。可愛いね。確かに。むしろ大丈夫と言われるは言われるほど心配になる。お兄ちゃんは渋谷を求めてるすごい男なんでしょ？まあそうね。まとめていると言えば聞こえはいいですけども。立派なものではない。だったら私のことよりももっと困ってる人の力になってあげてよ。ああ、妹のためにも、今は困ってる人を助けたいと。なんだよ困ってる人って。今のお前より困ってる人なんてどこにいんだよ。お兄ちゃんならわかるよ。すぐに見つけられるよ。でもよ、俺はお前のそばに。私のことはいいの。どこからお兄ちゃんが誰かのために頑張っている。そう思うと私は嬉しいし、励まされるの。いや、あっちいいやつやな、本当に。妹思いだし。わかったよ。なんつうか、とにかく困ってる人を助ければいいの。ありがとう。ついでにもう一つ約束してもらおうかな。多いぞ。いくつでも約束してやる。困っている人を助けるのなら、最後までちゃんと助けること。いい？わかった。途中で投げ出したりしちゃダメなんだからね。あ。どうも心配だな、お兄ちゃん。秋っぽいところがあるし。舐めんなって、絶対に投げ出したりなんかしねえよ。イケメン。
イケメンだわ、アチ。アチが一番好きかもしれん。その代わり、スズネも約束してくれ。絶対に病気に負けないって。まだ生きてるよね、スズネ。大丈夫だよね。入院中だよね。いや、スズネ相当可愛い部類に入るぞ、これ。有名な女優さんかな、これ。ちょっと顔見ただけだとパッと知らないけど、名前は。というわけさ。くだんねえ話だろ。笑えねえし。妹さんの心臓悪いんですか？もう長くないのかな、妹も。すごくね、すごいのはスズネなんだよ。ずっと病気で苦しんでいるっていうのに、泣き言一つこぼさねえで。俺なんかただ仲間とつるんでブラブラしてるだけなのによ。いろんな人たちのために頑張れば、スズネもうんと喜んでくれるって思ってさ。うん。ああ、それでゴミ拾いを始めたのか。いいじゃん、いいじゃん。それでバカな兄は KOK を抜けて渋谷のゴミ拾いを始めたんだ。妹さんのことを仲間のみんなには言ってね。スズネの病気のせいにはしたくなかったから。そうだったんですか。まあ理由を話したところでな、あいつら理解してくれるかってとこもありますけどね。不意に足音が近づいてきた。まずい。まずいのでは？あ、これ足音でいいのか？靴音？あれ？靴ってこういう字だっけ？なんか、ゲシュタルト崩壊してるかもしれん。靴だっけ？これ。靴だよな。逃げようとする紐もなかった。杖の男が拳銃を構えて裏路地に姿を現した。もうマジでしつこい。マジでしつこい。なんで裏路地がわかんの？お前。こんなところで撃てば、あっという間に人が集まるぜ。札とか来て、あんたらって困るんじゃねえの？杖の男は全く瞬きをしなかった。邪魔をするな。アチ。やっぱアチって言ってる。アチって言ってるよ。聞き間違いなんかではない。今度ははっきりと名前を呼ばれた。瞳も聞いてたよね。なんで俺の名前を？その女を殺すことはお前のためでもある。どういうこと？どういうこと？どういうことなんですか？こんな男知らない？違う違う違う。あっちのセリフか。こんな男知らない。瞳、俺を信じてくれ。でも、些細な猜疑心が瞳をあっちから数歩後ずさりさせた。杖の男はその瞬間を見逃せなかった。大丈夫か？これやばいんじゃない？ふざけんな！瞳を殺すことが俺のためとか意味わかんねえし。女が死ねばわかる。やばいんじゃないの？これ。やばいんじゃないの？To be continued か？ですよねー。多分なんだけど、その家の外に出た時に、その親子と会うっていうのは、おそらく大沢のことを指してると思うんだよね。まあ、消去法的に。だからここで梶原を追い出すんじゃなくて、自分が出ていくことによって、遠山の親子と会うんじゃないかなと。ちょっと待ってください。実は渡したいものがあって。バナナなんか欲しくない！で、自分が、出ていくと。わずかな時間でもいいから一人になりたかった。家の中はどこにいても刑事の目が光っている気がする。もう我慢の限界だった。いくら特殊な状況かといっても、これでは考えを整理することすらできない。裏口へと回った。すると大通りの方から親子のような二人連れが走ってきた。ほう。しきりに後ろを振り返りながら、父親や娘の手を引いて近くの茂みに身を隠した。助けてくれ！頼む、捕まったら。あんたは、あ、知ってんの？あ、緑川のこと、緑川じゃねえや、大沢のこと知ってるんだ。娘だけでも。どこか冷めた雰囲気がした。そんな態度がなんとなくマリアと重なった。確かにね、表情がないよね、全然。これさすがにかくまいましょう。かくまってることにした。じゃあ、こっちへ。ありがとう。
しばらくこの中に隠れているといい。すまない。なんと俺を言ったらいいか。そこへ柄の悪い二人組が走ってきた。あの子親子を追っているのはこの二人か。おいあんた、親子連れを見なかったか？ここを通ったはずなんだけどな。親子連れ？ああ、確かに走っていったな。どっち？あっち。よし、やっぱりこの先だ。二人組は行ったぞ。しかし扉は開かない。申し訳ないが、あいつらが戻ってくるかもしれないから、もう少しここに隠れていてもいいだろうか。勝手にしてくれ。で、これで、多分、カノン編の運命はこれで変わっているはず。うん。で、こっから先は、あれだよね。あの、航空券見せられてってとこだよね。準備はいいですか？で、カノン編戻ってきましたよ。で、挟み撃ちですね。カノンがそう思った瞬間だった。お、知らない人来た。なんか、なんか、ハリーポッターにこんなやついたな。外国人のそばにもう一人男が近づいてきた。ハグリッドだっけ。双子と見事言葉を交わした後、アタッシュケースを受け取って去っていく。笹山さん、アタッシュケースの方は任せろ。はい。笹山は身代金を持った男を追って走り出す。カノンも携帯電話を切り、残された外国人との間合いを一気に詰めた。これうまくいくか？これは急展開ですよ、結構。お前は、その顔には見覚えがあった。渋谷を拠点として活動している外国人犯罪グループの一員だった。人質は無事なのか？不気味ににやけたまま答えない。答えろ！いくら聞いても黙ったままだった。可能は、どうしようかな。いきなり手錠かけちゃうのまずくない？ちょ、一旦連絡しよう、一旦。こっちは確保しました。笹山さんは？途中で見失っちまった。マジか。それじゃあ、アタッシュケースは？すまん。でもまだこの辺にいるのは間違いない。もう少し探してみる。そうだね。まずい、まずい。かろうじて、切っ先をかわしたが、大きくバランスを崩して、その場に転倒してしまった。いやー、両方とも逃がしたか。急に大型の会社が止まり、外国人の逃げ道を塞いだ。ん？追い詰められた外国人はナイフを振りかざす。危な！誰？白人の素早く振り上げた右足がナイフを切り上げていたのである。白人ってことは、まさかリーランド・パーマーじゃないよな。たったの一撃で外国人を地面に張った。誰？誰？この白人やべえ。完全に失神した。いや、知らない人だな。犯人を泳がせろと命令があったはずだが、スーツの汚れを払いながら白人は流暢な日本語で言った。例えば、突然外国人に話しかけなければならない状況に陥ったことはないだろうか。久々の英語、不安が募る。学校の英語の授業風景を思い出しても。例えば、対して役に立つものが出てこない。Do you? 勇気を振り絞って話しかける。その外国人は流暢な日本語で答える。日本語で大丈夫です。この説明なんだよ。日本人から和の精神を取ったら何が残る？お前、誰だ？米国大使館の保安会員だ。ほう。はい。ジャック・スタンリー。セキュリティ・アシスタンス・オフィサー。ほう。外務省所轄のブルーナンバーである。確かになんで外交官が急に？渋谷署の可能だ。可能。しばらく私の指示に従って動いてもらう。どうして？ジャックは携帯電話を取り出すと誰かと何やら話を始めた。君の上司の許可は得た。ほう。可能です。バカ野郎！お前何考えてんだ！いきなりクセが怒鳴り声をぶつけて、まあ、そりゃそうだよね。すみません。すみませんで済むか。クビだ。どんな処分をされたところで文句を言えるわけがない。しかし大事なのは上からの命令よりも人質の安全であるはずだ。まあ当然クビだよな。と言いたいところだが、お前には今からそこの白人の指示に従ってもらう。あれ？うん。そう。なんで米国大使館が出てくるんですか？質問はなしだ。分をわきまえろ。
俺もだよ。なんでどういう展開これ。クゼ自身も従わざるを得ない展開なんだよね。察するにクゼにも知らされていない事情があるようだった。管理官以上のとこから指示が出ている。確かに国際的になってきたね。ジャックを捕まえた犯人を引き渡した。あんな末端を追っても意味がないぞ。どういう意味だ。この事件はただの AD 誘拐じゃない。だとしても人質の安全が最優先だ。今からは私の指示が最優先だ。あの捕まえた外国人、奴から何を聞いた。何も聞いてない。本当か。氷のように冷たい視線で可能を見つめている。そうだ。人を何人も殺したことのある人間の目だ。可能は努めて事務的に言葉を返した。何も聞いてない。ただあいつは渋谷を活動とする、活動場所とする外国人犯罪グループの一員だった。あいつらの溜まり場の見当はつく。では私の車でそこに向かおう。怖いね。捜査員のみんな、聞いてちょうだい。大沢瞳の行方が、わからなくなったわ。瞳は盾野が護衛しているはずではなかったか？アチと一緒にいるよね。もしかしたら事件に巻き込まれたのかもしれない。盾野ほどの刑事が捜査中に連絡を欠かすということ。それは何か重大なトラブルが盾野の身に起こっていることを意味していた。おー、なるほど。何でもするよ、俺。言うのって、あれ皮肉だろ。タイムアップだ。倍の値段で買ってもいいです。証拠はすべて葬った。さあ、ここから一時代のスタートと。12時クリア、トロフィーを獲得しました。さあ、ということでね、はい、今回もね、まあ、キリもいいですし、だいぶ長くやってきたので、今日はこの辺にしたいと思います。最後までご視聴いただいた皆さんありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。また次回お会いしましょう。バイバイ。